小雨の降る田舎町。ここは田んぼもあって、夜にはカエルの大合唱が聞こえるようなところ。先日ニュースでも話題になりました。田んぼの持ち主のところに、夜カエルがうるさくて眠れません。何とかしてくださいという苦情のメモがあったとか。僕なんかは、むしろカエルの声を聞きながら寝るのが好きなんだけど、なんともせちがらい世の中になってきたものです。そんな田舎町にも、ファミレスくらいはありまして、小雨の降る中、僕はそこで、食後のコーヒーを飲みながら、のんびりしておりました。僕から少し離れた後ろの席には、女子高生たちが陣取っており、聞こうと思っていたわけではありませんが、奇妙な会話が耳に入ってきました。まあ、女子高生たちの会話というのは、いつの時代でも奇妙ではありますが。ねえねえ、さきちゃん。最近できた彼氏とは、その後どうなのよ。それがね、なんかさ、もう別れよっかな、なんて。ちょっと、あんなに好き好きって舞い上がってたのに？ああ、なんか、私って、そういうとこあんのよね。最初は好き好きって思ってるんだけど、彼氏も私のこと好き好きってなると、途端に冷めちゃうっていうか、わかる！さきちゃん、それカエル化現象ってやつやん。お、ゆうちゃん物知り。カエルか。カエル嫌いやわ。王子様がカエルになるって言われね。そういえば、目も離れてるし、顔色悪いし、カエルっちゃ、カエルかも？見た目までカエルなの？舌も長いし。いや、生々しい。この前なんか、コオロギ食べてたから、虫好きなとこもカエルだわ。僕はそんな会話を聞きながら、さすがにおいおいと、心の中でツッコミを入れていた。そういえば、ジャンプしてなかった。してた、してた。運動会で、走り高跳び？カエルやん。意外と足長い。カエルやん。プールで泳いでた。カエルやん。ああ、そういえばゲコゲコ言ってたわ。それはさすがニュースやろ。じゃあね、寝てるとき歯ぎしりすんねん。いやー、それはないわ。もうそれは一緒に寝たってことや。バレた。バレバレや。もう別れるわ。どうやって別れる？殺そう。殺すか。殺すか。うちのじいちゃんが言ってたわ。子供の頃遊びでカエル捕まえて、お尻から爆竹入れて爆破すんだって。やるね、じいちゃん。やんちゃだわ。でもそれ彼氏にやんの？キモ。やれやれ。最近の女子高生たちの話にはついていけませんわ。もっとも、いつの時代も女子高生の話にはついていけないものですけどね。数日後、近所の田んぼで死体が浮いていた。若い男性の全裸死体で、おかしなことにまるで爆発でもしたかのように、腹から下が破裂して、内臓をぶちまけた状態で見つかった。犯人はまだ、見つかっていない。捕まっていないけど、まさか、ねえ。